体調が ENTP というのを示したと、うん、が出た出た、はい、といってもまあウェブの診断なのでね、うん、もしか専門家の方が見てらっしゃるなら、うん、鼻で笑ってるでしょうが、まあ、そういうものじゃないみたいな話じゃないですか、まあ、そういうなんかヒントを与えてくれるぐらいの感じ。なるほど、うん、でね、よくこういうなんて言うんでしょう、体調これまでこの動画とか、はい、うん、いろんな人がツイッターをやって、はい、このタイプが出ました、はい、このタイプが出ましたの時に、うんうん、結構なんかその時のタイミングでやったりするじゃないですか、うん、はい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 、でその時にこれまであの、うん、外交って出たことありました？外交は出たことないです。ですよね。あ、で今回も外交ってバンと出たかっていうと、はい、50%、 50% なので。なるほど。いい 50%、 愛 50% なるほどなるほど。でその結果いいって出てるってだけの話なので、はい、まあ、愛とも受け止められる、なるほど、気はするんですよね。で私は来たと、うんうんうん、あのよくユングさんがね、はいはい、言うじゃないですか、はい、中年の危機なんて、はいはいはい、これは、うん、ユングさんの中年の危機っていうのは、うん、ユングさんの解釈と僕は思ってます、うん、はい、もしくは河合駿さんというユング研究の日本の第一人者の本とかで読むところで言うと、中年の危機、うん、ミドルライフクライシスなんて、はい、まあ、直訳すると、はい、でこれは自分の無意識の部分との融合というか、うん、足りなかったものを取りに行く、うん、で人間は完全になろうとする、うんうん、気持ちとしてね、うんうん、完全ということでは、はいはい、まあ、完全なんですけど、完全になろうとする、うん、っていう過程を、うん、ミドルライフクライシスなんて、うん、中年の危機なんて言って、うん、結構ポジティブにそれを受け止めてるんですね、はいはい、私は、うん、そうだよねっていいことじゃんって、うん、受け止めてるんですけど、うん、例えばこのネットでそれを、はい、なんか言葉だけを中年の危機っていうと調べると、うん、結構なんかネガティブなことが書かれるんですよね、うんうん、なんか危ないみたいな、うんうんうん、そういう時は運動しましょうとか、いやいや違うだろうって、何不安にさせてんだよってはい、はい、もう朝から怒りですよ私は、うんうんうん、怒り心頭、うん、なんて言うんでしょう、この言葉尻だけを捉えて、うん、その自分のビジネスに結びつけようとする、まあ、ビジネス画伝飲水ぶりがですね、うん、もうイライラさせましてとか、まあ、自分を見てなんじゃないですか、ネットで出す人って、はい、まあ、自分の主張、はいはいはい、専門家みたいな人が言ってる、ね、うん、多分ね企業ですね、企業が言ってる、企業のブログ、多分中年の危機ってパッと言ってポンって探すじゃないですか、うんうん、そうやって出てくる上の方に来たもの、うん、企業っていうと、あのなんか葬儀会社とか、あ、はいはいはい、保険会社とか、そういうところですね、うんうんうん、で僕でいうその中年の危機は、うん、ユングさんが言ったのだとしたら、うん、いやそれは中年の危機しか言ってないんですか、言葉がある、中年の危機っていう言葉を使ってるだけで、はい、すなわち中年の危機とはどういうものですみたいな説明はしてないユングさんでしてるのが、私のユング中年の危機って入れると、うん、ちゃんとそういうところが出てくるんです、うん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 、要は人間っていうのは成長する過程で、うんうん、自分が足りなかったの、はいはいはい、これまでは得意なもので生きてきた、うん、が、うん、何かまあそこまで中年の危機、まあ、30から50歳ぐらいまでいくと、仕事である程度大きなものを任されて、うん、ちょっとこれまでの得意なもので立ち行かなくなってきたとか、うん、ふとこれまでの自分に疑問を感じるみたいな時に、うん、その自分の苦手だったもの、うん、例えばそれはまあ、MBTI とか16タイプの性格でいうと、劣等機能としてコンプレックスと言っていいのか、それを自分が足りないって感じてるものを使って、なんとかそれを乗り越えていこうとするっていうのを、まあ無意識の部分と向き合うっていう、この一体化するっていうので、ユングさんはそれを中年の危機っていうミドルライフクライシスっていう名前をつけたっていう理解なんですね。それを僕ユングさんとかは結構ポジティブに捉えてるんです、うん、ポジティブに捉えてると僕は思ってる、はい、それっていいことじゃん、うん、でもネットで中年の危機だけ打つと危ないです、それは、で僕は書いてるように捉えているので、そのユングとつながってるんですか、
どうぞ。ユングとつながってるんですかっていうのは、中年の危機って言ったら中年の危機じゃないですか。言葉だけ取ればユング関係ない。ユングはユングさんが初めに言った中年の危機を取り上げて、はい、そうやって危ないって言ってる。なるほど、体調は柔軟ですねのか、はい、っていう話です。それだったらもう解釈の問題で、はい、それは違うとか、そうはそう、優しいだけど、優しい体調はユング関係なく中年の危機っていう、はいはい、なんか別のところから引っ張ってきてるんだとすると、はい、そこの定義の問題じゃないですか。これはねこれが ENTP なんですかね。わかんないです。僕はね許せないが来るんですよ、うん、あのユングさんが使った言葉を、うんうんうん、誤って君は、でも中年の危機って、はい、別にユング初じゃない気はするんですよね、まあ、普通の日本語じゃないですか。中年っていう言葉と危機っていう言葉がつながってるだけですからね。中年の危機なんで、はい、なんかでも僕の中ではそれはユングだろうなんですよ、うん、ユング発祥だろうって、うん、だとしたらちゃんとそれをかあの説明しろよと。でもこうユングの前に行ってる人はいそうじゃないですか。ちょっと太ってきて中年の危機なんだよねとか。まあその時に健康に対する考えがあるのだとしたらあったかもしれないですね。なのでその前提がユングのことをユングが言ってる中年の危機を取り上げてるのか、健康面のことを言ってるのか。皆さんこれが ENTP ですよ。これが ENTP みたいなところですね。でなんか、うん、あのでこれもね、うん、要は MBTI でも16タイプでもなく、うんうん、こちらユング心理学概説、うんうん、C.A. マイヤーさん、はいはい、でハワイ河合駿さん監修した本、うんうんうん、まあ、これはどんな本かというと、うん、この C.A. マイヤーという、うん、ユングと、うん、ユングに直接結びついた方が、MBTI のマイヤーさんではない、マイヤー全然関係ない。全然関係ない、はい、ユングのコンプレックス心理学のテキストっていう、うん、ユングの教えを、うん、あのきっちりテキストにした、うんうんうん、で河合駿さんが言うと、うんうん、いや C.A. マイヤーさんの考えも入れてほしかったっていうぐらい、うんうんうん、ユングの言葉が忠実に入った本っていう僕は理解をしていて、うんうん、でこの本の中で ENTP とは出てこないんですが、はい、主機能の、うん、外交直感のところをパラパラっと読むとですね、うん、今のそのいや二等兵違うん、こういう考え方もあるんじゃないみたいな、はいはいはい、のが、うん、概要、外交的直感、うん、直感は知覚機能で感覚に似て判断しない、うんうんうん、したがって外交性では、うん、外的対象との関連で期待に満ちた態度を生み出す、うんうんうん、そうですね、僕は今もう、うん、すぐもう決めて判断するガッてもうこいつ許せない。うん、うん、これを動画で取り上げましょうってやるんですけど、うんうん、いやいやこういう見方もあるじゃないって、うんうん、いう、あ、そのこういう見方、そもそもだからどういう見方なんだろうっていうところが、はいはい、本当にユングに結びつけてそうやって言ってるんだったら、僕も多分二等兵寄りの考えです。なるほど、そんなこうネガティブな、すごいネガティブな言葉ではない。はい、まあ、このタイプはいろいろ結構難しくこれ書かれているので、はい、省きますが、うん、外交的直感の人は、うん、信じがたい影響を与えやすいが、うん、それは彼らがしょっちゅう前に突進し、一つの興味から次の興味を追い、うん、いつも同時にアイゼンインフォイエル何匹ものウサギを追うからである、うん、はいはい、それは、その性急さがこういう人たちを現実にはすっかり盲にしてしまうと、うん、でこのタイプは多くの事業家、発明家、うん、創設者、冒険家、世界旅行家、高等詐欺師、相場師、うん、イカサマ師などが出ると、うんうん、政治家の中では特に今日はここで、明日はそこで、うん、何かが起こるに違いない、うん、って思い込む人たちで、うん、直感の人は、日和見主義者、うん、コロンブスやマルコ・ポーロの大発見者も、うん、この人たちであろうと、うん、なんていう、うん、この決めたくないって、はいはいはい、何かがあるはず、うんうんうん、明日はまたこっちに何かがあるはず、うんうんうん、っていうこの辺が、うん、要は僕はなんかこの
考えちゃうんですよ、ギュッて、はいはいはい、これがまた私の中年の危機かもしれないんですけど、うんうん、これまで外交的に生きてきて、うんうん、このままじゃうまくいかない、うん、考えれば自分の中で考え始めてるターンなのかもしれないんですけど、うんうんうん、っていうね、はい、今日はこの体調に出た ENTP を魚に盛り上がることができればと思ってますと、